よいしょー。今からね、今から浜松行くよ。浜松のバイク祭りだった？なんか名前あったけど詳しく覚えてないけど、前回と同じところ、あのオートレース場でね、お祭りがあるんだね。現在の時刻は10時で、あれもさ、クラッチレバー折れとるじゃん。あ、本当だ。折れちゃったな。いだよ。こうやって話しとって、あ、信号出した時ビューっていけるだよ。あ、楽でいいよ。毎年恒例浜松バイク祭り、今回誰がゲストで来るんだったかちょっと見てなかったな。前回はね、結構いっぱい来たったな。まあ、たまたまそれも今回みたいに誘われて、行ったんですけどね。およそ600メートル先、左方向です。続いて目的地です。本当にこれ合ってんのかや。ここでいいのかな。あれ、これまっすぐだら、あれ待って、こっちだら、こっちじゃねえな、こっちだら。いやこっちだよ。右方向です。あ、違うの。どこにある。なんだよ、ここじゃないの。右方向です。続いて反対だった。うん、あそこじゃなくってこっち行って、わかる。なんかね、さっきバイクあっちに行ったんですよ。いや、あっち行ったよな、この間と思って下がってきたじゃん。うん、行ってください。どこ行くの。愛したかった、愛せなかった。右方向です。あなたにだけ奪えなかった。違うだ。左方向です。続いて左方向です。眩しい。左方向です。続いて北西に進みます。およそ300メートル先、左方向。どこまでまっすぐ行くの。あれ、あった。何が曲がって、セブンイレブンのとこ曲がってが聞いてなかった。だってあそこオートレース場だよ。あそこでやるのもどんどん行っちゃうもんで、どこ行くのかなと思って。どうぞお先に、どうぞ。なんかすごい渋滞しとるけど。U ターンしても大丈夫。え、 U ターンしてもいい。いいよ俺は。いやいやいだよ。すげえ渋滞はまっちゃうぜ。こりゃ熱くのあいつになることやらだね。あの住宅街走っちゃダメってことだね。最初からさ、こっち来りゃよかっただね。まあ看板あったんだろうね、きっと。まあ、騙された。つまりのところ毎回迷ってるということで。まあそうなのね。また来年もそうじゃない。来年もまた駐車場が変わるだろう、きっと。ありえる。今年こそって言ったらさ、そしたら今度は違う場所になるだろう。ありえる、ありえる。また元の場所に戻りました。もう8月よりいいよね、これ。8月は暑いね、確かに。うん。左方向です。看板出てたよ。じゃあまっすぐか。
分かりにくかったな今回も。目的地に到着しました。お疲れ様でした。どうかな、いけるかい。おーおーおーいいな。あれバックコールだけ。前にも行くで、前にも。おいいな。電動じゃない、エンジンの力使っとる。参加するか、どうする、行く、行く、大丈夫、案内です。じゃあ行くか。どう、お何が、あっちのがいいじゃん、あっちのが。あ、こっちに行く。あれ、ギャグなんだったっけ。え、ギャグパーツ、ギャングパーツか。本物分からんよ、ギャングかもしれんよ。だって横、あ、入っとるか。これは本物でしょ。これ全部レプリカだったら笑っちゃうな。昨日あのネットニュースの見とったらさ、川崎の E バイク、忍者の400のベースに使っとるみたいの。こんなちっちゃい子が乗れるのか。それは無理だな。無理か。それ無理です。子供乗れるの。乗れるわけない、ね、子供乗れる。あの免許証持ちの方が。残念。2年以内にバイクを運転してたんです。運転はしてないか。今日あのヘルメットを持ちの方が。ああ残念。まあ取りに行きゃあるけど。取りに行きゃおなじみ。なんだ、子供ダメか。かっこいいな、このオートバイ。かっこいいな。かっこいいな。あ、トレーラー、かっこいい。トレーラーじゃない、リアカーじゃない。やはりトレーラーだな、こりゃ。タトルなら別にリアカーだもん。うん。おお。いいじゃんいいじゃん。あ、タトル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 。手離しとる手離しとる。大丈夫、後ろからちゃんと手が見えるように。でもね。それじゃあみんなまたねー。どうもありがとう。みんな最後まで頑張ってね。ありがとう。ありがとう。さあ今日のバッターも結構かっこよかったよね。でもまだまだ修行が足りないね。おいおい、ミークなミークなミークな。仮面取るとこミークなミークな。あ、やっと出れました。今回のイベントはそんなに激しくはなかったですね。前回は日曜日だったのかもしれないけど、でもこの10月は季節的にはいい季節ですね。まあ、その代わりに天気のいいこのいい季節に一日犠牲にしてツーリングやめちゃうっていうのはもったいないかなとは思うけどね。まあ今日はそんないい天気じゃなかったけど、帰り際雨降っちゃったし、でもまあのんびりできました。さあこの後はシラスでも買って帰りますか。残念でした。今日は漁に出てないということで、生シラスは手に入りません。うるせえな、生シラスは手に入りませんでした。まあそういう日もあるっていうことですね。